どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪のスタイリング方法をやってみました。で、お人形さんでやったんですけど、まあ多分自分でやったりとかした時にここのボリューム感、ふんわり感が出ないことが結構多いかなと思うんですけど、まあ今日はダッカール1本でこのボリューム感というかふんわり感を出す方法をやってみましたので、いつも前髪スタイリングでお悩みの方、よかったらこの方法でも試してみてください。それでは動画を始めていきます。ダッカールを使用していきます。では始めていきます。まず前髪のボリュームを出したい部分を分け取ります。次にしっかりと櫛で溶かして、なるべく少しこう平行の状態に持ってきてあげるといいかなと思います。根元の部分を挟んでいきます。横から見た感じです。ダッカールを根元に挟んでいきます。少し根元がこう上向きになるのがポイントです。こんな感じでダッカールがついている状態になってます。次にドライヤーをやっていきます。根元の部分に下から横から上から全体的に当てていきます。このまま時間を置いてもらっても全然大丈夫なんですけど、時間がないときはちょっと冷風で髪の毛を冷ましていきます。で、外していきます。櫛でしっかりと溶かします。こんな感じで横から見たときにふんわりとボリューム感が出てます。前から見た感じもこんな感じで出てます。で、ここでストレートパーマをかけてる方だったりとか直毛の方だと、結構ここだけがボリューム出て根元、毛先がこう丸くならない場合があるので、その時はマジックカーラーを使って巻いてあげます。ドライヤーの風を中に入れていきます。で、少し冷まして外していきます。すると毛先にしっかりカールがついている状態になってます。はい、こんな感じで仕上がりました。結構丸みというかふんわり感が出て、まあカーラー巻いたんで毛先は内側に入ってるんですけど、ボリュームアップした前髪になりますので、よかったら参考にしてみてください。